はい、皆さんこんにちは。今日はインテリア雑貨店で見つけたミニショルダーのバッグをご紹介したいと思うんですが、まあ、この iPad mini をね、手に入れてから、まあ、これにぴったりのバッグは何かないかなと思って、まあ、そういうテーマでね、探していたわけですけども、今回ね、ぴったりのものが見つかりました。まあ、これね、ハロルルというね、ブランドなんですけども、私ね、初めて知りまして、で、2005年に香港でね、生まれたブランドのようなんでね、まあ、今日こちら iPad mini などを入れてチェックしていきたいと思っています。はい、それではですね、こちら5500円税別という価格になっております。で、デシという名前の、まあ、モデルのようですけどね。で、これがね、撥水加工の生地を使ってるみたいなんですね。で、ポケットの方は大きく3つに分かれております。で、まあ、これ手前はこのようなマグネットの開閉式ですね。で、ここがガバッと開いたポケットになっていまして、で、まあ、ここにフックがね、ついてて、まあ、キーリングなどが付けられるようになっていますけど、色がね、結構ね、綺麗ですね。で、メインの、まあ、ポケットの方はこんな感じでですね。で、まあ、その中にさらに、まあ、ここにちっちゃいポケットがありまして、で、ここにね、薄いパッドが入っていましたね。で、ここがペンシル用のポケットで、まあ、2本ぐらい入りそうなポケットとなっているというね、ところですね。後ろ側には、このようにファスナー付きのポケットがついていますね。まあ、こういう感じで、まあ、ファスナー、あ、すいません、閉めてしまいましたけども、こうやって開けて使えるというね、ところで、まあ、ここには、まあ、防犯上体に近い方がいいものをね、入れたりしたらいいんでしょうかね。で、ここはストラップの方。まあ、ストラップはね、そんなに太くはないんですけども、まあ、これショルダーですからね。まあ、当然ですが、まあ、長さの調整は可能となっているというね、ところですね。うん。まあ、タイトにしてもいいし、まあ、緩めにしてもいいというお好みですね。はい、それでサイズですけども、メーカー表記だと22センチの縦なんですけどね。まあ、潰れるともう少しあります。で、横幅は20センチとなっています。容量はね、2.5 リッターっていうふうにね、書いていましたけどね。で、マチの方が8センチあるようです。で、上蓋のところでね、メーカー表記通り20センチとなっています。で、iPad mini をね、入れてみたいと思います。で、これはエレコムの背面ケースと、まあ、それと純正のスマートカバーをね、付けたものですね。まあ、ここはちょっと泣いちゃってるんですけど、このまま入れたいと思います。で、まあ、これはもうね、予定通りぴったりというね、形で、まあ、まだね、余裕があるぐらいですよね。まあ、ざっとね、こんな感じの入り具合になるでしょうか。で、まあ、ここに Apple Pencil が入りますね。まあ、裸だともう一本ボールペンぐらい入りそうな感じですけども。で、このペンシルケースに入れた状態でもね、まあ、入らないことはないというね、ところですけどね。うん。まあ、ペンシルケースあった方がいい場合もあるんで、まあ、このやり方も可能ですね。で、ESR のこの一体型の、ね、ケース、まあ、これもね、全く問題なくぴったり入るという感じで、まあ、この組み合わせ一番いいのかもわかんないですね。で、あとはまあ、これビルトニューヨークのスリーブに、まあ、これ背面は何もつけないでスマートカバーだけをつけた状態で入れてみます。うん、これもね、ぴったりですね。問題なく閉じますね、蓋が。で、ちょっと心配だったのがこのエイティックのこのケース、スリーブケースなんですけどね、ちょっとね、ここが余白があるんでね、どうでしょうかね。で、まあ、入れてみると、まあ、なんとかギリギリ入るという形でですね。うん。で、まあ、これ蓋も一応閉まるんでね、まあ、ギリギリ OK というね、ところでしょうかね。うん。まあ、ただちょっとね、少し余裕がない感じは正直ありました。で、iPad の他のサイズはどうでしょうか。で、まずこちらは iPad Air ですけどね。背面とスマートカバーをつけたもの。で、これは、まあ、もともとね、これを入れようと思って購入していないんですが、まあ、やっぱりね、予定通り入りませんでした。iPad Pro の11インチはどうでしょうか。で、これはもうね、横幅がそもそもね、このファスナーのところで、こう、危険な感じがね、するぐらい。まあ、無理っぽいんですけども。
で入れてみるとね、やっぱ長さもね余ってしまって、やっぱダメですね。これでこれ 9.7 インチのプロもやっぱりダメでした。まあこれはもうしょうがないですね。で iPad mini に加えて他のものも入れてみたいと思います。でまあこんな感じで iPad mini が入っていますけども、でまずはまあ財布ですかね。まあこのメインのポケットにね入れてもまあ余裕があるという感じですね。で前のポケットはどうでしょう。でここはまあちょっとねここは長さが足らないですね。で背面ポケットは問題なく、まあ、入れることができたという感じで、ね、背面こんな感じのねポケットなんですが、まあ、iPhone XS Max もねぴったりのサイズでした。であとはまあ iPhone をねここの中のポケットに入れるところもぴったりというね感じで、まあここはね薄いパッドも入っていますから、まあ優しく守ってくれる感じはあったですね。でまああと AirPods、 まあこれはねカラビナ付きのカタリストの、まあ、シリコンケースですけどね、こういう感じで、まあ、ぶら下げてもいいし、まあこうやってポケットにちょっとね入れてみるのもいいかもしれないですね。まあ素直にね、裸で AirPods を入れるのもありと思います。であとはモバイルバッテリーですけどね、まあ、これはアンカーのパワーコア 10000PD ってやつですね。ちっちゃくていいですけど、まあ、これだったら、まあ、そんなにかさばらないんで、まあ、ここの外側のポケットの、ね、ボトムなんかに入れるのもありかもしれないですね、うん、ぴったり収まった感じですね。まあ、この状態でまだ、ね、余裕のある形でまあ、入ったという感じで、まあ、大体ね私が持ち歩くのはねこのぐらいのものかなっていう感じですけど、ここがねかなりまだね余裕があるんですよね。なので、まあ、何かね入れるものといえば、そうだペットボトルちっちゃいのだったら入るのかなと思ってね、こういったちっちゃいタイプのをね入れてみましたけども、ただね縦向きだとねちょっとしんどいですねこれね。なのでまあ蓋をしっかり閉めて横向きという感じになるでしょうかね。うん、これだったらね、バッチリ入るという感じでですね。でまあ結構ねこの時点でね気づいたのは、この下のねボトムのマチがね太いんでね、かなりね容量あるんですよね。でペットボトルの代わりにこのビーツのソロ3というヘッドホンだとねどうでしょうか。でこれ今ねケースに入れた状態で入れてみましたけども、まあ、これだとね正直言ってちょっと厳しいですかね。まあこのマグネットつかないことはないんだけど、まあたまにパンって外れたりするんでね、これはちょっと無理がある感じがいたしましたね。なのでもうこれね、もうこのビーツソロ3はもう裸で入れるしかないですかね。まあ首にかけておくか、まあ首から外した時はまあこうやって一時的に裸で入れるという感じのスタンスがいいみたいですね。うん、これだったらね余裕があって全然問題ないというねところでしたけども、うん、バッチリですね。でさらに iPhone X とスマートバッテリーケースの組み合わせで外ポケに入れると、まあ、これもねなんとか問題なく、ね、入れることができたというねところでした。試しに背負ってみました。まあこういう感じですけどね、もうねすでにオーロの毛がつきまくってますけどね、まあこんな感じ、後ろにしてもねいい感じですね。うん、これはね軽快に持ち歩けるとってもいいバッグじゃないでしょうか。はい、それでは逆に出していきますね。 iPhone X とスマートバッテリーケースのセット、そしてこちらが iPad mini ですね、ESR のケースに入れています。であとはこちらが Apple Pencil で、これが iPhone XS Max で、あとはねこちらがビーツソロ3ですね、ヘッドホン結構ねいっぱい入ってますよね。とあとはこちらがモバイルバッテリーですね。で最後がお財布ということで、まあざっとねこんだけのねものがね、まあ、入って、まあ、まだちょこっとね余裕がある感じなので、結構ね見た目以上に容量のあるバッグでしたね。でまあこのモバイルバッテリーの方にはですね、この短いライトニングケーブルをつけたりしています。であとはここの外のポケットにこのキーリングがつけられるねフックがありますからね、まあ、これでキーリングなんかねつけることにはなると思いますけどもね、うん、まあ、まだね結構ね余裕があるんで、でまあこの Beats Solo 3のヘッドホンをね入れましたが、まあ、これをイヤホンに置き換えれば、まあ、まだまだ余裕があるということでね、
まあ、結構ねこのバッグ活用の幅がねいろいろありそうな感じがいたしますね。で撥水生地のようなので一応テストをねしておきましょうか。まあ、この水を垂らして染み込むかどうかを見るだけですけども、まあ、このように水を垂らすと、ああ確かにねこれ弾いてますね。まあ、ただね、まあ、この手のね撥水生地っていうのはどうしても、まあ、摩擦でですね、まあ、長く使ってるとね弱くはなっていくと思うんですよね。まあ、ただねこれとりあえずね染み込んではいかないよう でこのティッシュでね吸い込んでしまうとどんな感じなのかっていうとね、これがねもうねほとんどもう染み込んだ様子が、ね、ないんですね。触っても濡れてないですし、で一応ね裏側をこう見るとここにもね染み込んでなかったんでね、まあ新品時では、まあ、この撥水っていうのはね、まあ、一応当てにはなるのかもしれないですね。で取扱いシートっていうのが入ってましたんで一応お見せしておきます。まあ、これあの磁石を使っている製品なんで、まあ、クレジットカードとかね、まあ、あとは電子機器は要注意というふうにね書いていますけどもね。まあ、ただね、まあ、私ね、クレジットカードはね、なんか磁気不良になったことあるんですけど、まあ、ただね、iPad とかはね、同じようなマグネットのついた、まあ、バッグとか使ってましたがね、特に問題出たことはないんでね、まあ、一応頭に入れといた方がいい程度にしたいとは思っています。で、こちら、ハロルルですけどね、まあ、私は黒っていうね、シンプルな色を選びましたが、まあ、これね、10色ぐらいね、ある製品のようでね、まあこれ女性でも、まあこのね、発色のいいものを選ぶことができますし、まあ結構ね、選択肢としてはね、いいのかなっていうところで、まあこのブランド自体ね、いろんなサイズのバッグをね、やってますが、まあ今日は iPad mini という切り口で選んだんですけども、まあこの後またね、別の切り口で、ちょっとね、サイズ、他のモデルを見てみるのもね、面白いのかな、なんていうふうに思いました。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。